シフの安倍8、821号機、原型、ロカルノ駅に停車中、安倍8、823号機、車体更新、乗務員室扉設置後、地下化されたロカルノ駅に停車中、安倍8、621号機、現在の塗装、ロカルノ駅ティチーノ周地域鉄道安倍8、8系電車及び、アルプス山岳鉄道安倍8、8系電車は、チェントバンリ鉄道で使用される、 山岳鉄道用電車である。チャントバッリ鉄道は、スイス南部のティチーノ州地域鉄道及び、イタリア北部のアルプス山陸鉄道の2社が運営しているため、両社に同景気が存在している。イタリア語で100の谷を意味するスイス南部のロカルノと、イタリア北部のドモドスソラを結ぶ1000 m m 期間の路線である、チェントバッリ鉄道は開業以来1923年製のアブダ4。 4型電車の11から18号機が客車を牽引する列車で運行されてきていたが、これらの近代化を図るとともに、ロカルのドモドス空間の所要時間が約2時間であったものを約20分短縮して1時間40分とすることが計画されて、3編成が投入された3車体連接式の電車が、安倍8、8系である。本形式は1959年に、 チェントバリ鉄道を運営する、スイス側のティチーノ州地域鉄道が21の22号機、イタリア側のアルプス山独鉄道が23の24号機の2編成ずつをそれぞれ導入しており、その後1979年にティチーノ州地域鉄道が BE8、4型41から42号機を導入したことに、 ともない、1981年と1982年に21号機と22号機が、それぞれ、アルプス山毒鉄道へ、譲渡されて、現在では、前期が、アルプス山毒鉄道の所属となっている。製造は、車体、SWP、電気部品、主電動機及び台車を、ティブが担当しており、抵抗制御方式で、 最大速度時速 60km、低格牽引力5 7 k n を発揮する山岳鉄道用の機体であり、所属ごとの各機体の基板、ティブ製板、製造年、機体名は以下の通り。なお、21号機は1959年にバーゼルの産業見本誌に出品されている。パノラマ式車体に改造されたアベ8、824号機、 イントラーニャ駅併用軌動時代のロカルの駅に、停車中のシェフの安倍8、822号機がファートの b 4百2 0から123型に当客車一両を牽引する列車。ありがとうございます。